倉掛山城は、総王国区岸郡にあった、日本の城。倉掛山城山頂の東屋標高240メートルの倉掛山の尾根に築かれた実践的な山城である。追記年代は不明。大内市の河臣杉市の居城。近隣には、すぐ北に、杉の森市の連華山城、南側には、小形市の瀬田城がある。工事元年に、東春方が、 五福島の戦いで打ち死にし、同年より、毛利氏が、津王、長渡国への侵攻を開始した。その際に上司であった杉高康氏は、毛利元成の勧告に従い降伏。しかし、蓮華山城の杉の森高安が、大内氏と杉高氏隊の内通を元成に訴えたため、毛利軍は、倉掛山城を攻めた。父の杉。 総産と共に牢城した劉安氏がよく抗戦したため、毛利軍主力は山口方面に進攻すると見せかけて、蓮華山城へ兵を入れ、早朝に城の背後から奇襲を仕掛けた。不意をつかれた倉掛城牢城軍は混乱に陥って壊滅。毛利氏に振って城攻めに加わっていた、瀬田城城主、小形元康の手で劉安氏も討ち取られ、倉掛山城は落城した。 その後、倉掛山城は、廃城となった。倉掛合戦千人塚から見る、倉掛山と蓮華山現在の倉掛山は、駐車場や遊歩道が整備されており、展望台の据えられた山頂には、容易に行くことができる。なお、山頂から尾根を北に進むと、古戦場倉掛城市の石碑がある二の丸、三の丸跡に出る。城の遺構はほとんど消滅しているが、 落城寺に米蔵が焼け、その焼き米が出土した例もある。毎年11月には、倉掛城祭りが催されている。また、城下には内死にしたものをと村った倉掛合戦千人塚があり、現在は、宇野ち四期室の追悼区碑が建てられている。ありがとうございます。